はい、こんばんは。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。お仕事お疲れ様でした。あ、録画を見てくださっている方々ありがとうございます。こんばんは。さてさて、早速こんばんは。見に来てくださってありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、いつも見に来てくださる方々は方々ありがとうございます。よし、こんばんは。こんばんは。ね、私はちょっと大変なことっていうか、最近ね、リクエスト曲が追いついてなくて、リクエストたくさんいただけるのは本当にたくさん、本当に嬉しいんですけど、嬉しくて嬉しい、本当に嬉しいんですけど、たまってきちゃってね、今絶賛 1,2,3,4,5,6,7,8 8曲とリクエスト曲がたまっておりまして、本当に申し訳ございません。ということでですね、なるべくね、早めにお答えしたいなと思っておりますのでね、サビだけでもよろしかったら、サビだけでもよろしいでしょうか。ご協力いただけるとありがたいです。ちょっとでもね、早くね、せっかくリクエストしてのにっていうのはあると思うので、サビだけそれぞれ歌わせていただきたいと思います。よし、ご理解とご協力よろしくお願いします。そう、やっとメガネが見つかったんですよ。そう、探し求めてた1ヶ月半ぐらいずっとない不自由な生活がね、やっと解放されて、メガネがやっと戻ってきて、ああ愛してるよ、ね、メガネ本当にもうなんか、ね、人間が作ったものってすごいね。よし、ではね、早速歌っていきたいと思います。リクエスト曲はウワッチさんのファーストラブから始まりますね。ではね、まずはオリジナル曲自分次第いきたいと思います。あー、鬼滅の刃好きですか？ あの私もすごく好きです。よし、ではね、早速いきたいと思います。ではオリジナル曲からいきます。逃げ出すことは簡単だ、逃げてる自分が大嫌い、大きな壁ぶつかって諦めたら。オリジナル曲自分次第でした。こんばんは。聞いてくださってありがとうございました。よし、ではね、今日も皆さん一日お疲れ様でした。ね、今日は月曜日ということ、週明けというか休み明けなのでね、すごく忙しかったと思います。お疲れ様でした。ね、
皆さん体調大丈夫ですか？今日本当に寒かったですよね。なんか芯から震え出す寒さってわかります？なんかこの中心からゾクゾクズワーってくる寒さ、なんか体の体内から冷えてますよっていうなんか寒さわかりますか？なんかそう中から冷えてるよって感じ、ね、皆さん寒いから体調にはね十分お気をつけてくださいね。よし、ではね今日はねあのリクエストいただいた曲サビの部分か有名っていうかこの曲といったらこの部分ってところモカカが思うこの部分ってところをワンフレーズだワンフレーズ以上歌わせていただきたいと思います。ワンコーラスはちょっと難しくて今現在8曲リクエスト曲溜まってしまっておりまして申し訳ございません。なるべくね早くねお答えしていただきたいと思いますので長くお待たせしてしまうのもねあれなのでね。よし、では早速ねおとついリクエストいただいた曲ウワッチさんファーストラブからいきたいと思います。宇多田ヒカルさんのファーストラブからいきたいと思います。 Your love is gonna be love ではね発音が違うなって思ったら優しく聞き流してくださるとありがたいです。では早速宇多田ヒカルさんのファーストラブからいきたいと思います。これ宇多田さん何歳で書いたんだっけ。すごく若い時に書かれたんですよね。よし、では行きたいと思います。おわちさんリクエストありがとうございます。宇多田ヒカルさんのファーストラブ行きたいと思います。誰をから誰をから行きたいと思います。誰を思ってるんだろう。あ、出ない。すごくガラ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 やった。すみません、高い声がね最近少々って出づらくなってきてて言い訳になっちゃうけど出づらくなってきてて聞き心地残念だったら申し訳ございません。残念だったら申し訳ございません。うわっちさんリクエストありがとうございました。宇多田ヒカルさんのファーストラブでした。まだねお腹の腹筋がないからか高い声が最近出なくなってきてるからね食べ過ぎかな食べ過ぎだと高い声出ないって言うからね腹筋がねボヨボヨしてくるからね。もうわちさんありがとうございましたリクエスト。16歳なんですね。さっきチラッと見えて16歳ってあと私一歳しか変わらないじゃん。俺タバコとか歌えないよ。タバコとか言えないよ。16歳でどういう人生経験をされてきたの。すごいよね。よし、どんどん行きたいと思います。よし、こんばんは。皆さん、時間を、もかかの配信に時間を作ってくださって本当にありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。いつも見てくださる方々ありがとうございます。今日初めて見てよって方々本当にありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございます。よし。ね、お気軽にフォローよろしくお願いします。今日はねリクエストいただいた曲ワンコーラスのみとさせていただきたいと思います。申し訳ございません。ご理解とご協力よろしくお願いします。寒い時は食べないと。そうね、そうね、寒い時こそ食べないと体が温まらない。では次ねゴジラさんハピネス行きたいと思います。ハピネスアカペラに行きたいと思います。ちょっと時間の方の関係でアカペラアイさんのハピネス行きたいと思います。アイさんの OK
アジさんのハピネスいきたいと思います。ラララララ OK イエーイからいきます。1,2,3 イエーイ。君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。ララ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 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。はい、ありがとうございました。ゴジラさんリクエストありがとうございました。アイさんのハッピネスでした。ララ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 、ありがとうございました。一緒に手拍子心の中でしてくださりましたでしょうか。よし、ハンドクラップ。よきよきよきっていうのがよよよなんかよきってなんかなんかどなんかよよよいの略なのかな。最近よなんか流行語っていうか省略語が最近分からなくなってきてて、よきってよろしいよろしいの略なのかな。まあ置いといて、次ドブロックさん、レモン、ちょっとね、急ぎ足でじゃんじゃかじゃんじゃか進みますが、すみません、コメントたくさんありがとうございます。嬉しいコメントたくさんありがとうございます。温かいコメントたくさんありがとうございます。プレゼントもたくさんありがとうございます。こんばんは。よし、次はね、ドブロックさん、レモン、米津玄師さんのレモンで、先ほどもリクエストしてくださった方いらっしゃいましてありがとうございます。レモンをリクエストしてくださった方々ありがとうございます。で、次、米津玄師さんのレモンいきたいと思います。サビだけいきたいと思います。サビだけね、サビでもこれ確か出なかった。あ、でもサビは出るか。夢ならばどれほど良かったでしょう。傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日のかな、あ、間違えた。ごめんなさい。あれあれ、あの日のから、悲しみさえあの日の苦しみさえ、あ、そうだ。あー、もう一回いきます。きっとこう以上きありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦い入れ物匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは私の光。あ、これどうやって終わるんだ。わかんない。終わり方がわかんない。終わり方。じゃん。OK。ありがとうございました。米津玄師さんのレモンでした。リクエストくださった方々ありがとうございます。昨日のドブロックさん、リクエストくださってありがとうございました。米津玄師さんのレモンでした。ありがとうございました。よし。終わり方が、雑だな。終わり方が最近わかる。じゃーんで。ね。あ、次ね、やっと昨日のリクエスト突入しました。ちびあやさん、マリーゴールド、
小芋さん、プリテンダー、マーさん、愛の形、ブレワさん、ちっぽけな愛の歌、プリプリさん、三日月ですね。ヒカルさん、西野からさんのこのままはまだ歌えなくて申し訳ございません。事件終わってからお会いさせていただきたいと思います。西野からさん、すごい大好きです。よし、ドブロックさん、白日で、昨日のリクエストは、終了なんですけど、まだ、昨日のリクエストに突入した、今突入します。明日になってしまいます。明日になってしまう確率が、てか明日になります。すみません、リクエスト昨日くださった方々、ありがとうございます。すみません、長々お待たせしてしまいます。申し訳ございません。ではね、マリーゴールドでね、終わりたいと思います、今日は。マリーゴールドのサビで終わりたいと思います。ちびえあやさん、昨日リクエストありがとうございました。あいみょんさんのマリーゴールドのサビで今日は終わりたいと思います。で、昨日のリクエスト、小芋さん、まーさん、ブレーバーさん、プリプリさん、ヒカルさん、ドブロックさん、ありがとうございます。長々お待たせしてしまいますが、申し訳ございません。お待ちいただけるとありがたいです。よし、ではね、マリーゴールドで終わりたいと思います。よし、で始めよう。1、2、3。いきます。麦わらの帽子の君が揺れた。空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。はい、ありがとうございました。ちびあやさん、昨日マリーゴールドリクエストありがとうございました。よし、また明日、昨日リクエストくださった曲で、今日リクエストくださった曲、お答えさせて いただきたいと思います。ちょっとね、これからはサビだけになってしまうかもしれません。できる限りね、早めにお答えさせていただきたいのでね、本当、リクエストはすごく本当に嬉しいです。ね、皆さんいつもありがとうございます。本当にしてくださって本当に嬉しいです。盛り上がりますしね、配信もすごく嬉しいです。ありがたいです。ありがとうございます。あ、頑張れも見てくださいました？そう、今日のお供は頑張れもんですね。ね、アルフォートもね、同じく。よし、ではね、今日はここで終わりたいと思います。皆さん、今日もね、今日も夜遅い時間にありがとうございました。今日はね、月曜日ということで、すごくお疲れの中ね、ありがとうございます。またね、次回の配信でもね、元気になれたら、なれたら嬉しいです。元気に、もうなんか日本語ってなんか謙譲語じゃなくて尊敬語か。難しいね。元気になってたら嬉しいです。よし。では、今日はここで終わりたいと思います。皆さん、夜遅い時間にありがとうございました。たくさんコメントもありがとうございます。配信後に終わらせていただきたいと思います。ではね、今日はここで終わりたいと思います。よーし。では、おつもかでした。おやすみなさーい。頑張れば飲めますね。あれ、すごく体に染みるんですよ。おすすめ。よし。おやすみなさーい。